このテーマっていうのは当然ここまでがテーマとしていいと思うんですね。でそのテーマの、主題、の中にちっちゃい動機っていういわゆるモチーフですね、それをっていう、これ主題の動機、スモール A とします。そしたらっていう、今度これスモール B っていう風にちょっと名付けていくとすごくやりやすいと思うんですけども、でそのスモール A とスモール B が合体したことによってテーマっていうことが形作られていると。そしたら次のっていうのと、これ5度上の応答主題は5度上になってますので、最初にドゥックスに対してコメスって、これもよく国尾先生が言ってると思うんですけども、一個こう明るくなっていく主題ですよね。でそれに対してそれの中で大事なことは、今久保先生が言ってくれたように何が素材でどういうふうにできてるかというもので、どこで何町に向かってってるか、そういうところをしっかり聞かないと、自分が今よく申し上げてますが、今何線に乗っているのか、何線に乗り換えようとしているのか、この何線っていうのが町に当たるんですね。同じような電車に乗ってるんですけども、なんか電車の色が違ったり進んでる方向が違ったりね、あの北に向かってんのか南に向かってんのか、それと同じようなことが全部音楽にありますから、それをやってもらいたいなというふうに思います。それで、昔バッハのそのインベーションのセミナーもやりましたし、今現在進行形でいろんな方がセミナーやってますけど、共通していること、それからここの中では僕はですね、新たな提案をちょっとしていきたいなと思うんですけど、ここから提案するのは作曲家的にこれはこうなってますよっていうのはもういっぱいありますから、これをどういうふうに弾いていくと、常識を持った、でも自分なりの個性と、それから自分なりの手法を持ったものになるかっていうのを、これから提案していきたいというふうに思います。